こんにちは、ピカチュウ永井です。今日はセンター試験で実際に出題された古文単語の中でもマニアックなものの一つ、いわきについて1分間で説明してみようと思います。よろしくお願いします。いわき、漢字で書くと岩焼き、意味も石焼き、岩焼きという意味なんですが、これが感情のないもの、無情なものの例えとして使われることがあります。例えば入道もいわきならねばさすがに哀れげにぞのたまいけるとか、浦島太郎もさすがいわきにあらざればのように、石や木のように感情がないものではないのでさすがに哀れに大物になるとか、そういう使い方をされます。否定とともに使われることが多いです。他にも墨跡という言い方があり、これも木や石を指すんですが、人情を理解しない人、木や石、岩や木は人情、情けを理解しない、感情が理解できないものの例えとしてよく使われるということを、せっかくですので覚えておいてください。以上、いわきの説明でした。ありがとうございました。ピカチュウ永井です。古文漢文ゲットできたかな？チャンネル登録して